なんでこの写真使うか。セキュリティ。このビデオ。それは結構いい感じですか。グラグラだね。セキュリティ高いよね。このビデオ。最近大人気。藤野選手。あ、ありがとう。マクシーさん来ないでしょ。もう動線がね。いや、それはちょっと待った方がいいんじゃないの。全部一方通行になるんで気をつけてください。はい、しつけましょう。給油所は、まあ、一応まだ選手も騒いでない。そこに波が大きく、一瞬回るか。一番だ、ちょっと待って、一番だ。ちょっと待とう。なんでこの写真使うかな。Так, ну что, мы рады приветствовать наших друзей. Макёкра, Махомбанан, да, Ирошко Найшмас. Как настроение боевое, это вопрос. Кукиема Игадычо. Русских подвинем или пусть первые будут? Макеруки деска, каски деска. Хотел. Thank you very much. Так, ну что, напоминаю, у нас с сегодняшнего дня для вас начинается официальная часть, начинаются заезды. Сегодня у нас тренировочный день и квалификация российских пилотов. Поэтому. Я буду выполнять роль руководителя гонки. Камимото-сан, судья факта. Вы, видимо, еще не знакомы с ним, но он очень хороший парень. Еще раз.
еще у нас такой же суперпрофессиональный судья Дмитрий Добровольский. で結構スモータースポーツ、オートスポーツに詳しい方で、まあ、初めて来られました。ミティと言います。よろしくお願いします。アニスカミモトさん、僕と同様、работать、следить за вашими заездами。カヨさんと組んで、まあ、審査するんで、かごしてください。еще обычно мы на наших соревнованиях применяем систему DOS。そして、おなじみはないと思うんですけど、DOS システムを使ってます。На вас ее установят。И расскажет, как ей пользоваться. Итого у нас сегодня на сегодняшнем соревновании заявилось 40 российских пилотов. Пилоты собрались у нас со всей России. Очень серьезно ребята настроены. Очень жду ваших тренировочных заездов, чтобы посмотреть, как вы едете, чему-то поучиться у вас. Вы уже обратили внимание, что у нас в этот раз единый техпарк. Поэтому не исключены общения российских команд с вами, поэтому я прошу проявлять к российским пилотам дружественные чувства. Ну, я думаю, что наше мероприятие пройдет на позитивное, на интересное для нас волнует. Итак, тренировочная сессия начинается в 11.00. Да, в 11.00. Проговорим, что у них сегодня три тренировочные сессии. Первая начинается в 11.00. Кроме трех тренировочных сессий, сегодня для иностранных пилотов больше ничего не будет. Знакомьтесь с нашей территорией и все, и готовьтесь к заездам, которые начнутся. На субботу я коротко проговорю, что нас ожидает в субботу. А в субботу у нас ожидает соревнование танцу. Ну и в воскресенье соревнования ЦУИСО. Наверняка тайминг вам всем раздали, поэтому вы все ознакомились. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Чего есть вопросы? Нет, он сам расскажет. Все расскажет. Все. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Good luck. コースインおよびパドックの使用方法です。すべて一方通行です。左回りで考えてください。コースインは まっすぐ行って左、それから右にコースインとなります。まっすぐ行って左、そしてウェイティングエリアに行きます。戻ってきたときは、練習走行、次に並ぶときは、1列に並んでいただきますが、帰るときは右から大回りをしてください。ルートはこうです。よろしいですね。必ずこっちには走っちゃダメですよ。ここだけ気をつけてください。ここは逆走でまた何かしらペナルティが。ガソリンはここです。給油をするためには回って入っていただくか、ピット、皆さんのピットの裏にパイロンが置いてあります。ここがルートとなってますので、ここを通っていただいても結構です。まあ走行中になると思いますから、一番安全なのは大回りとなります。混雑しているときはこっちから急ぎのときは行っていただいても結構です。全てだから
ここの入り口なんかスタッフのシーン全部ストップ、どっちもコースインするときも止められるし出るときも止められます。でスタッフのシーンは必ず守ってください。今言うその今このフィニッシュしてここ難しいんですけど立ち上がってきたらすぐこっちもサッカーすぐこっち入れるようになってるんですよ。ここにアーチが今立ちます。50度のアーチがここに立ちますので、そこをくぐってください。あの結構その前勢いが返っちゃう場合があるんで、これやると何らかしらのペナルティきます。で本当にここ止まらなかったら失格になるっていうのも考えてください。日本ほど甘くないです。この試合はきっちりダメなものはダメに返されます。あと給油も相当厳しいです。給油が、給油所以外でしているのが発見された場合は、その時点で失格となる。すいません、今の件なんだけど、給油って蛍光管で自分のピント持ってちゃダメなんですよね。はい、ピントで入れた時点でアウトです。ああ今で今そこで移し替えて、さらに、蛍光管から入れていただくとか、そういった形になります。あそこのガソリンが置いてあるところで蛍光管につくのもダメなんだ、ついたりなんかするのもダメなんだ。そこでやってくださいってことです。そこで一旦蛍光管に入れてから、そこで車です。そのそばに車がなきゃダメなんですよね。ピットにその蛍光管を持ち込むのはダメなんですよ。はい、でしたらもう蛍光管に入れてこの辺りに事前に置いておいていただくとか、お名前を書いていただいて、それがいいかと思います。それチーム全員ネガさん、ドライバーじゃなくてネガさんに伝わってるんですよ。いや、それを伝えてくださいと思います。いや、今持ってってるのがいたから、日本のチームでピットにピットマネージャーそれは戻した方がいいです。早急に戻してやばいよ。それ失格ですか。はい、失格になるんで、今、ブリーフィングは今だったので、これから気をつけていただいて、皆さんお伝えください。ここだけは徹底してください。だからその走行の仕方とそういう給油に関することだったりと本当に厳しいので、昨日も多分このストップを無視してる多分選手いたんですけど、多分相当やられてると思います。だから確実に一時停止絶対です。あとは喫煙ですよ、ね、一応喫煙所っていうのが一応設けられてるんで、このトレーナーとトレーナーの間です。でアイコスだからつってテントの陰でやるのもいいんですけども、なるべく やっちゃダメですそう言っておきながら、やってるロシアスタッフもいたりもしますんですけど、こちら側はやらないというところで徹底しておいてください。我々も厳しくされるんで、逆にこちらも厳しくしてお互いにやっていこうということになりますね。あ、そんなとこかな。並びが変わって、あとこれですね。結局これが最終的なセクターの切り方になってます。で若干、もともと配られた審査資料と違うのが、2セクの終わりと3セクの始まり、空間であったり、ここの部分を変えてます。で一応この3セクターが長くなってるにはちょっと一応意味があってこうしてるので、そこ考えてちょっと走ってもらえると、実際この絵と違いますからね、コースのレイアウトは。歩いた方いれば分かると思います。ここになってないので、ちょっと複合コーナーっぽくなってます。この2コーナー立ち上がってから3人までが、この辺で、このセクターの切り方通りやってもらえれば、正直昨日のロシア勢は基本的にこれを理解できずに走ってますけど、これでいきます。何か質問ありますか。あと追加で空走区間の、二度振りとか戻り、これ心配がマイナス5点するようにします。逆に言うと、振り出しなんか二度振りもそうなんですけど、でも見た目とそのお客さんが見ておかしいって思われるような走行に関しては、心配が要は減点入れるようにしてますんで、最終的に得点からマイナス5点引かれると思ってください。進入のような戻りとか振られとか、この空速感での振られもそうですけど、あとは一緒ですね。壁に接触して振られた場合はもうマイナス2点、大きい場合はマイナス5点、これは変わらないです。セプターのところにパイロン置いてないですよね、ラインなのに。日本と違ってインナーにパイロン並べたりしてないんで、基本はセプターのこの切り替わるところだけのラインを引いてますので、だから目印がないので、インカットしやすいかも分かんないですけど、そこはうまくやってください。それと
あの1回目のこの練習、ロシア勢、今走ってもらってるロシア勢と、この D1 チームの走行終わりで、予想最終的な基準値が決定されますんで、昨日ロシア勢の選手でなかなかいいデータがなくて、基準値がはっきり決まってないですね。できれば、まあ、1回目からもう 100% 走るの無理だと思うんですけど、一応その D1 チームの最終的に見て最終決定するっていうふうにしてますんで、ちょっとまあコース熟知しながら、別に7割ぐらいでもいいんですけど、ちょっと形になるような走りをちょっと1本目でできるように頑張ってください。じゃあよろしくお願いします。あと水、空手とかに必要な方はお伺いいただいて、はい、今回のレイアウトの注意点をお願いします。あのそんなね、あのスピードも出ないし、はい、ワイドもそんなのあるわけじゃないんで、そんな難しいと思ってないんですよね。なるほど。路面も大体まあちょっと傾斜全体的にこっちに下ってるんですけど、一応まあフラット張れてないんで進入はしやすい。2コーナーのイン側のところに排水溝があるからそこは段差あるけど、多分気にならない。ラインはそこじゃない。いや、ラインはそこそこ。フロントが通るぐらいだから、そこは、そんな気にはなんないのと。問題はこれだね、絵で見るとちょっと違うんだけどね。なんかここいつもより長い空想区間が、ここはちょっとなんとなく直線っぽいんだけど、こっから本当はこっち向いてこういう風になった。長いなんかあれがこうギューッとあったんですね。はいはい。あれは上本ラインですか。いや、まあそういうわけじゃないんだけど、まあ、偶然の産物、うん。あそこもなんか登ってからまた下るみたいなやらしいコーナーに見えたんですけど、でもね、あっこはねあんまり気にならない。問題はここだね。2コーナー立ち上がって空想区間行って、そこから3コーナーに行くときにセクターさっき奪ったこれだね、うん、これは似てる感じですか。じゃあこっちの方が似てるから、うん、これがまあこうでしょ。だいぶ違うですね。いや、だここはちょっと直線なのよ、回ってなくて、ここはちょっとまっすぐなのよ、うんうんうん、まっすぐからこう入ってるんだよ、だから、はいはい、なるほど。これはもうまっすぐ行ってヘアピンじゃん、はい、まっすぐ行って奥に一回折れて曲がるみたいな。これちょっとね説明しづらいけど、楽に走れば走れますよ、全然普通にドリフトつながってずっと走れますけど、はいはい、だからそれをやられるのがちょっと気に入らないんでちょっとセクターの切り方変えて、うん、それやっちゃうと全然出ないんだよねみたいな感じにやってます。というと20点からまあ5点引かれる人も多いかもしれないですね。5点まで引かれないんだよ。本当ですか。意外とそこに今合わせてんだけど、うん、1点ぐらいしか落ちないから。その1点が大事ですね。じゃあまあ要はちゃんとコース歩くか人の足を見てれば多分分かる。了解です。はい、いいアドバイスでした。はい、気をつけます。参戦から特に。
練習走行1歩目走りました。はい、久しぶりのスープラでちょっとね不安があったんですけど、今この初めてのコース、初めて、まあ、久しぶりのスープラ乗る状態で、まあね、心配なく走れたことはもうすごく良かったと思います。で、まあ、やっぱり壁に囲まれているコースなのでやっぱりぶつからない、はい、そんな感じでできましたね。で、思ったよりも、トラクションかからなかったんでちょっと足のセット見直すのと、フロントなんかね、ハンドリングがちょっとおかしかったから、それを見直したら、タイロットっていうところがね、もうダメになってて、あれを交換しました。で、そして元のアライメントまでね、しっかり取れなかったんで、まあなんとなく今走らせて、で、もう少し、乗りやすい状態にしてから2本目走りたいと思います。はい、今の車こんな感じ。YouTube. YouTube. Yes, yes. Yeah. Drift. Drift. Drift.愛知、俺愛知、俺愛知、名古屋、俺大阪、赤山、赤山、岡山行った、トリップ、はい、トリップ、オッケー、はい、お、セルビー、あろう、少し Суинага драйвер. Суинага сам. Суинага? Суинага. Тим Оранж. А, Наото. Камакуба, Камакуба. О, а. Иде. А, такси. Дори что такси. Такси, такси. Такси. Плотно на эти GoPro. Суинага, осторожно, спасибо. Russian Translate. Ай, ай, ай. Ай, джозу, джозу. Спасибо! Спасибо! Ваш обзор я читал, да? Я был в Японии. В Японии. Да, да. Yes, Камакуба, Суинага. Камакуба, Суинага. Yes, yes. Хорош. Good driver. いいね。いいね。Good, good. Любимый. Hi. Okay. Эй! 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 Окей! Любимо! Экзекью! Спасибо! はい、で今から審査員席行ってちょっとね、飼い主さんにアドバイスもらおうかなと移動します。はい、お客さんも入ってきてですね。はい、はい、はい、呼ばれちゃいましたね。Good driving today, I see. 本当？Thank you.
Гоутя не хомерали там. Более ходит углом, больше количество амплива, хотя амплив, естественно, это абсолютно второстепенный параметр на современном дрифте, и никакого он значения абсолютно не имеет. Самое главное, плечо стабильность и скорость. Ну и давайте на примере проезда Ивана Никулина посмотрим. お客さん増えてきたよ、やっぱりね。Прокурор Government. お願いします。Уже в первом секторе он, и в этом секторе оценивается скорость и... Кинари. Говорю, как кинча сурдео. Второй сектор начинается после двойной кинчужной черты. В втором секторе нужно... С хорошим углом, стабильно и с высокой средней скоростью. Проходить дистанцию по 25 баллов, грубо говоря, базу наложенные в эти секторы. Третий сектор начинается не там, где очередная, скажем так, перпендикулярная черта находится. Там у нас есть так называемый бланк сектор, то есть сектор, который не оценивает внутренний трос. Вот сейчас Роман Китай проезжает. Второй сектор, アンジの T シャツなんて書いたんだな、わかんねえな。これがスタンドの下ですね。Восток наступал и даже очень высоко квалифицировал, пошел в третье время, это его стихия. Конечно, чуть больше темпа, чтобы показывал Алексей, но называется, он оперирует тем, что имеет в своих руках. Иван Никулин, человек, который начинал свою карьеру в РДС 7, сейчас... マジでライン無視だからね。え、何点ぐらいあれで？マジっすか。あ、あれで130いってるんすね。何を変えれば点数出ますか？これに対して？はい、そうです。このストーリーを、なす、я так понимаю, уже готовится вторая группа участников。Здесь у нас в этой группе также есть участников. Екатерина Совет, Екатерина Седых. そうなんですよ。なんかね、めちゃクイックに動いちゃうから、ちょっと緩くしようと思って。Александр Дмитренко и Денис Домнин. はい。ちょっとわかんないけど、もうちょっとスピード上げる。みたいな。上げた方がいいですか。みんなスピード上げる。
まあでも130なんですね、平均が。後半になるとこれが5キロぐらい上がってくるんですかね。スピードはないと思うんですけどね。あっという間に僕が1セクで8ってやった時ですね。あ、135。проводить свои тренировочные заезды, затем снова мы увидим участников из D1 Гран-при, ну а потом состоится у нас короткая церемония открытия, после чего мы перейдем к квалификационным заездам российских участников. Ага, опытный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 . 意外に狭く見えるんですよね、走っていると。そうだよね、うん、あそこすごい狭く感じる。で、横壁だしちょっと、ね、焦る。だからここの立ち上がりにちょっと失敗すると自分で窮屈なラインで行ってるの分かるんですよね。意外に止まれる、あそこは角ですけど。なるほど、ありがとうございます。находится на востоке, и в целом даже в западной части России в главном чемпионате она не дает мужчинам расслабиться на победу, чего стоит в прошлом сезоне, только они повзяли из сезона в рамках РДС. Ну а сейчас снова 15, и это Александр Булыч, который должен был по закупке выступать на каждой скайлайне, но Екатерина приняла решение сменить автомобиль. В целом Александр неплохо себя чувствует за рулем этого автомобиля. И что интересно и удивительно, сравнивая с предыдущими годами, ни один участник, скажем так, вплотную к 100 баллам от более того, не получил. Денис Домнин, 2:21:06, такая экзотичная для Приморья техника. И что самое интересное, мотор этого автомобиля, это, в общем-то, ВАЗовский 16,9 литров. Естественно, турбо и всего-навсего порядка 300 лошадиных сил. Но стоит отметить, что «Жигули» очень легкие сами по себе, то есть никаких проблем не составляет сделать 800-килограммовые «Жигули» для того, чтобы было достаточно мощности. Александр Дмитренко, более известный как «Алекс Ди». Небеспочвенные, потому что от этапа к этапу, от ивента к ивенту. Александр. Ну и слышите вы, что какой-то весьма не... Thank you.
だから特別だぞ。はい。はい。はい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 、かわいいねかわいいね、はい、あ、無視されちゃった、はい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 、もう分かんない、なんか限界行くと、もうはい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 、はい、みんなドライバーの皆さんでした。しかし女性は綺麗な人多いね。はい、日比野さん、藤野さん、平島さん、藤井さん、今までの花の手も今大丈夫、中に入って、はい、これです、あ、マーシャルがいるところ、中入ってからこの手です、そう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 、この順番で、僕らは何？これについてくるの？違う、今フォトセッションだから全員中で写真だけ撮れば、この人たちは、この人たちはまだ別感想の仕事ね、俺らこれの後ろと思ったよ、はい、ドライバーの皆さんと全員で撮るみたいです。И, друзья, мы вынуждены выключить музыку на какое-то время, потому что нам нужно общаться просто там внутри нашего лесопсовщика. И как только фотосессия будет завершена, музыка, конечно же, к нам вернется. こそ話ですか、先輩。大抵ね、調子いいからね。まあね、普通の車って簡単だよね。ドリフトって。自由だよね。何でもできちゃう。できちゃうな。スピンも勝手にできちゃうしな。スープラはいい車に見えてきたよ。楽しそうっすもん、面白かった。イエーイっていけるね。いや、いい。スピンしない車最高だね。ボボボ。スピンしないんだ。全然しない。撮影会です。